knows. Everybody 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 knows! Do you have a rock dream? こんばんは。 Everybody knows DJ の東雄一郎です。しつこいようですが引っ張ってます。季節ネタ、9月もう2週目になりまして、6時半ぐらいになるとね、なんかその1週間前まではそんなこと気づかなかったんですけども、6時半ぐらいになるとあっという間に暗くなっていく感じがすげえ嫌だなと思いません？それとも涼しくていいなというふうに、そういうなんか体感温度だけでいいなと思いますか？どっちでしょうか？僕は、涼しくなくてもいいから、ずっと、ヨーロッパの、白夜みたいに明るい方がいいです。まあそんなことをね、ずっと考えて、オープニングはずっとそういうネタで引っ張ってますが、他に喋ることなのか、他で喋ることにします。さて今週は雑誌クッキーシーンの編集長伊藤秀嗣さんを迎える予定でしたが、伊藤さんの、キャンセル、突然のキャンセルによりね、欠席裁判という感じになりますが、別のクッキーシーンの編集部員の和田君というのがですね、今日は来てますんで、裏話的なところをですね、たくさん聞こうかと思ってます。いつもはですねぐちゃぐちゃになりますが、理路整然とした感じで雑誌のクッキーシーンのことを紹介していこうかなと思っております。それじゃあ60分間駆け抜ける番組で、今夜もトークハード。変なバンドを紹介します。あんまり詳しくは知らないですが、悪夢の無人君のですねキャラクターみたいな3人組の、変なちょっとヘナチョコグラムロックバンド、シスターポールです。日本語の使い方っていうか歌詞がね変なんで、よく聞いてください。シスターポール Do Da Do。 そんなの僕ならカバやしないのにさ、全然だよ。だってブラブラブブラブラブブラブラブ。全然だよ。だってブラブラブブラブラブブラブラブ。彼女は人より大柄なんだ。僕よりだいぶ背が高いんだ。僕があの子を抱きしめていると抱きしめられてるような気がしてね。
This week's Poison Mind。さあ今週のポイズンマインド、今週はですね、今週のテーマは山本ジョージです。山本ジョージって言っても道のく一人旅の山本ジョージじゃないですよ。民主党でね、架空の秘書の お金をね横領しちゃった人。まあその是非はですね、いろんなところで言われてて、まあもちろんいいことじゃないんですけどもね、知らない人に言うとですね、公設秘書となんていうんですか、秘書、国会議員の秘書ありますね、あれで政策担当の秘書っていうのが設けられたんですよ。政策のことをきっちり勉強して分かる人の秘書を国会議員に一人つけていいというですね、それでちゃんとお金が国から出るというで、それが1年間1000万円出るっていうところで、それをですね、一応秘書の名義は確保して、だけれどもその、ね、採用したんですけどもすぐクビにして名義だけ残してですね、いろいろね、作為をして、そのお金をねもらっちゃったって話なんですけども、まあそれはもう別として、別に僕がとにかくいい悪いっていうことじゃなくてね、その使い道がいいですね。あの200万円のカツラを買ったという噂が出てですね、ね、でその200万円のカツラ、高級カツラを買うためにっていうところはちょっと泣けるなと思いましたね。200万円のカツラはなかなか買えませんよね、普通の人はね。カツラがいくらぐらいするのとか、一本一本植毛するのはいくらぐらいするのかっていうのは分かりませんが、マープ増毛法では飽きられなかったんでしょうかね、山本ジョージ先生。そこがちょっと非常に政治家といえどもですね、庶民的で可愛いなと思いました。まあですね、そんなカツラをね200万円で、国の金、税金を集めて買っちゃうような人の見る目なかったっていうところがちょっと、立川の方ですか、この山本ジョージ議員の、お膝元というのは、そこがちょっと悲しいですけどもね。もっと他で派手にですね悪いことをして使ったっていうんだったらば、ね、なんかスカッとする悪役政治家なんですけどもね。200万円のカツラっていうところはちょっと泣けますね、37歳。で VTR でですね、山本ジョージという、まあ同姓同名、字は違うんですけどもっていうところがあって、自分の演説会なんかにですね、山本ジョージを呼んで一緒に道のく一人旅とかを歌ってたシーンが出てたんですけどもね、その呼ばれた山本ジョージをやっぱりこう親愛を持って、で政治家で若くて、バリバリこれから菅直人のね、秘書をやってた人だから応援しようっていうところで行ったと思うんですけどもね、それがですね、まあ200万円のカツラを買うために失脚したっていうところがすごい悲しいと思います。それだったらばまだね、ちょっと古いですけども、日英とかそういうですね、日英とか割とね、なんていうんですか、アンダーグラウンドというかですね、暴力関係の人の方の呼びところの結婚式に呼ばれて歌った方がまだこうね潔く歌えたんじゃないのかなと、そんな風に思います。いかがでしょうかというところで、まあ新たな視点をというところで今週のポイズンマインドでした。それではボアダムスのアイさんがやってるね OOIOO のですね、新しいアルバムの中からグローグラウンドフリーを聴いてください。
さてこの後はクッキーシーンの編集部から、今日は伊藤秀嗣さんじゃなくて和田光太郎くんを迎えて、裏側の B 面のですねクッキーシーンを語っていこうかと思います。Okay, we have some fabulous live music later on, but right now here's the kind I prefer. Everybody Knows は、2ヶ月に一度は雑誌クッキーシーンの特集なんですけども、例によってですね、伊藤さんが今年はすごい怠慢でね、やっぱりあのバイブのレギュラーができたみたいでやる気がないみたいで、昨日突然やっぱり今ちょっとあの雑誌じゃないや単行本作っててそっちが青焼きがした何かカチカチカチカっていうことになりましたんで、今日は別の、資格を迎えてます、クッキーシーンの編集部って言っていいんでしょうか。一応編集部で OK です。和田光太郎くんです。どうもどうもです、和田です、いやこういう感じでやるのもいいかなと思って、まあ結局伊藤さんがいないからあの欠席裁判になってしまうんですけどね欠席裁判多いみたいですね多いですね。でまああのいつもとは違う感じでね、やろうと思いますが、一応雑誌のクッキーシーンのボリューム15号が、ようやく15号ですね。なんか、夏を潰して夏休みというか2000年の夏を潰して、2000年夏潰して伊藤さんも初めて今年冷房病になったって言ってましたから、なんかもう、でですね、まあちょっとクッキーシーンの表はいつも、スポークスマンの伊藤さんにいろいろ聞いてるわけなんですが、裏側を今日はですねとことん聞こうかなと。あ、クビになるかな俺大丈夫、聞いてないから、どうせ聞いてないから聞いてたら伊藤さん褒めてあげるって感じですね。そうですね、でまあ、クッキーシーンのセレクションっていうのもあるんですが、まあインディーポップじゃないところで今日はね、選曲を何曲かしてきてもらったんで、それをかけつつって感じですが、そうですね。それじゃあとりあえず、じゃあ早速、まだ大丈夫、まだ大丈夫、この1曲目のこの BGM の4分38秒分は喋、れますからね。あのまあ基本的にクッキーシーンってすごい少人数でやってて、DIY 精神というこうね美学のもとに、まあね綺麗事のもとに成り立ってるわけですが、まあ伊藤さんの肩書きは DIY ですからね、本当にもう、そうですね、でまあそんなところにですね、なぜ君は足を踏み入れてしまったんだそういうところからまず悲劇の歴史から語らなければいけないなと思っていや最初は本当にどうでもいいところからだったんですけれども、今このクッキーシーンって後ろの方にも一応これクッキーシーンって両 A 面っていうことになって、ことになってて、反対側から一応漫画が載ってるんですよね。漫画も載ってますね、でその漫画載ってる中で、今回 また書いてくださってるんですけど、真鍋さんっていう人がいて、その真鍋さんの大学の時の僕が後輩だったんですよね。おなるほどね。でもってクッキーシーン立ち上げて、真鍋さんはもうその創刊号からやったんですけれども、その時に、伊藤さんがなんか音楽詳しい人いないかって話になって、その時にたまたま僕が連れてかれて、なんか
詳しいらしいっすよってことで、うん、いきなりなんか編集部に叩き込まれて物書けるとか編集とかができるとかじゃなくて、そういうのじゃないです、単純に詳しいらしいよっていうなんかその詳しいらしい曖昧なところからスタートだったんですけどね。なるほどね、じゃあ伊藤秀次信者とかそういうことではなかったんですね。あーそうですね、伊藤さんの匂いが好きだとか。あーそうそういうのじゃなかったですね。ただまあ、うん、実際は昔から音楽聴いてて、まあ、そこの節々に伊藤秀次って名前が出てるのは、うん、それぐらいは知ってましたけど、うん、でもまあまさか自分がね、うん、そのところに入るとは思ってなかったですからね。なるほどね。じゃあだから、僕会うのねまだ2回目なんですけど、なんかその客観的に見てる感じがね、いいなと思ってですね。まあだからこそどういう風に、まあ厚さがないってとこがいいかなと思ってですね。いい意味で。まあ客観的にね、私の裏側をもう語れるんじゃないのかなと、ね。なるほどなるほど。いつもはいろんな検閲が入るんでね、大変なんですよ。あ、そうなんですか。今回もなんかいろいろみんな身内批判をかなり繰り広げてる雑誌に変わってきちゃいましたんでね。あ、なんか最近ちょっとすごいですね。うん、このクッキー信頼で、うん、なんかうーん結構まあいろんなジャンルの人がライターとして参加してくださってるんで、そうですね、うん、まあそれぞれの個性が結構、なんか意外にこれインディーポップ雑誌みたいな感じに見られがちですけれども、うん、実際中身に載ってるのはまあインディーポップ多いですけれども、うん、インディーポップだけなわけじゃないんで、うん、そういうところでまあね、当然圧力は起こるんで、しかもまあその圧力がなんか、ねうんまあ、伊藤さんの性格からかどうか知らないですけれども、うん、伊藤さんの性格からかどうか知らないけど知らないけど、まあ、どん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 歪みがですね出てきてますよね。検閲が、まあ、また入らないと、まあ、それは結構編集の末期になると誰も検閲を入れないっていう、うんまあ、これは悪い点なんですけどね、うん、クッキー心のっていうところからね、どんどんもうね、まあ、そういう意味ではちょっとまた違った意味で面白くなってきてるかなっていうのが、そうですね、今回の15号だと思いますんで。だってもうインターネットの一部の掲示板なんかですと、あのクッキーシーンっていうのは他の雑誌に喧嘩売る雑誌だと思われてますから、ね、そうなんだ、なんかあれ棚層と喧嘩したいとか思ってるとかなんかそれからロッキンオンは嫌いだっていうふうにいつも言ってるとかなんか、なるほどね、いいイメージですね。いいですか。じゃあまず1曲、これもです、ね、僕も注目してた、1曲なんですけども、この番組に来てくれたことがあるカームと、あと最近話題のブルーハーブのね、ボサ MC が、はい、曲こうコラボレーションしてる、ちょっと和が入ってる、そうですね、ですね、でもボサ MC の仕事っていうのは本当にどれも、うん、今が一番まあ旬といったらなんですけれども、ね、一番濃いことをやってくれてるんで、うん、僕としてもすごい注目して、今回のクッキーシーンでもインタビューちょろっと載ってるんで、そうですね、じゃあちょっとこれいきましょう。ボス MC meets カームでクリエイターズデライト。の仕掛けに見かけに折らす良いシュートのひらめき、日陰に発芽する名もなきリアリティ、内なる声で貸す腰をきっかけに目覚めし、現時代の父の遺伝子、ジャパニーズマートカルチャーの突然変異、毎回譜面にとどまらず5次元に踏み出し、書き留めるスペーシーなスケッチ、マッシブアタッカーの持つペンは刀、俺は早すぎて開発者のようなラッパーだ、温まった頭の奥の小箱の中で100万回に1回音が2つなかった、目をつぶって振って見たらドンピシャリ当たった、そんな偶然に出会ってみたかったから、わずか一つの石を探し歩く砂浜、そこでは先に来た人の足跡はなかった、高まる興奮を押さえつけながら爪が剥がれるのを忘れ一瞬不安に漁った、遅れてくるトロフィー、そのケアすらも俺は待たない、おお寂しさまたあったな、足が沸騰するようなプレッシャーに囲まれた、抱えんばりの部屋で一人腰掛けてた、俺によく似た冷酷な目をした誰かが沈黙したペンを指さして笑ってた、揺れ立ちが叩き割ってガラスの破片は塔に色あせた昔味わった達成感、一度乗り越えたラインが高ければ高いほど月にやってくるラインを楽に乗り越えられない、分かってもなぜか前に行きたがるトラベラー、数多くの強者がそこで生き絶えた、吹雪の夜静けさを必死に耐えた、晴れた朝アイデアはやっと叫んだんだ、崩れないようにそっと
と慎重に思い通りにノートにマジを移植し真相真理を持つ泣き笑うヒントに同じ時代に生きてる泣き笑う人々にバースごとに注ぐ愛情均等に染め上げる言葉は俺だけの色にその場限りの空気と見事シンクロし身の苦しみに授け歌うシンフォニーレイプされ捨てられるだけの音楽はそれ自体粗末な悲しみも生かしてそんな曲を儲かるからと作る音楽家自分の子供を殺す親と同格なんだそして一人振り出しに戻る手持ちブースターと焦りを蒸し返し昨日描いた絵を塗り替えに同じ山を登る終わらない始まりの繰り返し限界の向こう側誰よりも多く見たいがためにそしてまた一人振り出しに戻る手持ちブースターと焦りを蒸し返し昨日描いた絵を塗り替えに同じ山を登る終わらない始まりの繰り返し限界の向こう側誰よりも多く見たいがためにそしてまたまたまた彼の感動や発明を最初から最後まで何とかして伝えたいという願望は不感症じゃなかったら当然の感情だもしかすると言葉はそのためにあるのかもな言い換えることができないものっていうのはあるんだろうか残酷だが宿命の難問だ最王だや最評価正直明るくてその度に醜い自分は戸惑うが大の矢の胴を眠らせるほどのものじゃない今夜のお前の共感があれば満足だよ単独犯の言語学への反抗は2000コーナーを待っても質取りを保ったボーダーは笑い飛ばす新基準のフォーマットチアートン誤作動ゴスヤーオブザドラゴン教科書にはない微妙な不協和音で突破口を目指すサシのコラボレイトスポンサーの共感の前で噂をしてる下手なミュージシャン崩れは哀れみを誘う好感度冗談を語ってくれ業界を疑問してる偽善の専門家を悪なき指紋師とはあくまでも自己自得無限人を描いてる創作意欲不器用な好奇心を誇りに思う自称単に音付きのエクスペリエンスシーツ貴重のクローンでは太刀打ちできない一晩にインクを使い切る精神力今日もまだ生きてるっていうこの嬉しいよ今日はどんな例えを使って説明しよう そして一人振り出しに戻って手持ちブースターと焦りを蒸し返し昨日描いた絵を塗り替えに同じ山を登る基準のフォーマットチアートン誤作動ゴスヤーオブザドラゴン教科書にはない微妙な不協和音で突破口を目指すサシのコラボレイトスポンサーの共感の前で噂をしてる下手なミュージシャン崩れは哀れみを誘う好感度冗談を語ってくれ教科を疑問してる偽善の専門家を悪なき指紋師とはあくまでも自己自得無限気度描いてる創作意欲不器用な好奇心を誇りに思う自称単に音付きのエクスペリエンスシーツ貴重のクローンでは太刀打ちできない一晩にインクを使い切る精神力今日もまだ生きてるっていうこの嬉しいよ今日はどんな例えを使って説明しようそして一人振り出しに戻って手持ちブースターと焦りを蒸し返し昨日描いた絵を塗り替えに同じ山を登る飛ばす新基準のフォーマットチアートン誤作動ゴスヤーオブザドラゴン教科書にはない微妙な不協和音で突破口を目指すサシのコラボレイトスポンサーの共感の前で噂をしてる下手なミュージシャン崩れは哀れみを誘う好感度冗談を語ってくれ業界を疑問してる偽善の専門家を悪なき指紋師とはあくまでも自己自得無限気度を描いてる創作意欲不器用な好奇心を誇りに思う自称単に音付きのエクスペリエンスシーツ貴重のクローンでは太刀打ちできない一晩にインクを使い切る精神力今日もまだ生きてるっていうこの嬉しいよ今日はどんな例えを使って説明しようそ
して一人振り立ちに戻る手を作ったと焦りを蒸し返し昨日描いた絵を塗り替えに同じ山を登る待っても質取りを保ったボーダー笑い飛ばす新機種のフォーマットチャートン誤作動ゴスヤオブザドラゴン教科書にはない微妙な不協和音で突破口目指すサシのコラボレートスポンサーの教官の前で噂をしてる下手なミュージシャン崩れ哀れみを誘う好感度冗談を語ってくれ教会を疑問してる偽善の専門家を悪なき指紋字とはあくまでも自業自得無限軌道を描いてる創作意欲不器用な好奇心を誇りに思う自称単に音付きのエクスペリエンスシーツ貴重のクローンでは太刀打ちできない一晩にインクを使い切る精神力今日もまだ生きてるっていうこの嬉しいよ今日はどんな例えを使って説明しよう そして一人振り立ちに戻る手を潰すただ焦りを蒸し返し昨日描いた絵を塗り替えに同じ山を登るボーダー笑い飛ばす新機種のフォーマットチャートン誤作動ゴスヤオブザドラゴン教科書にはない微妙な不協和音で突破口目指すサシのコラボレートスポンサーの教官の前で噂をしてる下手なミュージシャン崩れ哀れみを誘う好感度冗談を語ってくれ業界を疑問してる偽善の専門家を悪なき指紋字とはあくまでも自己無限軌道を描いてる創作意欲不器用な好奇心を誇りに思う自称単に音付きのエクスペリエンスシーツ貴重のクローンでは太刀打ちできない一晩にインクを使い切る精神力今日もまだ生きてるっていうこの嬉しいよ今日はどんな例えを使って説明しよう一人振り立ちに戻る手を潰すただ焦りを蒸し返し昨日描いた絵を塗り替えに同じ山を登る俺を保ったボーダー笑い飛ばす新機種のフォーマットチャートン誤作動ゴスヤオブザドラゴン教科書にはない微妙な不協和音で突破口目指すサシのコラボレートスポンサーの教官の前で噂をしてる下手なミュージシャン崩れ哀れみを誘う好感度結構ちゃんとあの選曲っていうかつながり考えてやってきてって感じがねうまくハマってる感じがしますけど伊藤さんより全然なんかまとまってる番組になってる感じがしますあそうですかいや結構自分もでもこれ切羽詰まりながらなんか、うん、これ結構自分でレビューほとんどなんかあんまりクッキーシーンに関係なしに自分でレビュー書いたやつを持ってきたって感じなんで、うんそういう意味では一貫性あるのかもしれないですけれども、うん、いいんじゃないのかなありがとうございますギターポップばっかもねちょっと飽きちゃったから自分が知らないんで何でしろギターポップ本当にあそうだからそのなんかさっきも言ったけどさ、まあ、これは基本的にそうギターポップ好き の, あの暗い目をした少年少女の愛読書だからさ、ねうん、そういう意味で違う人が入って今 の, そのブルーハーブみたいなものとかその違うエッセンスのものだからそれぞれの、まあ、少ない編集部員だけど、まあ、それぞれの個性を新しいものを雑誌に入れ込んでいかないと、やっぱり固まっちゃうもんねそれはやっぱあの自分がそのクッキーシーンの編集部にまあ参加するときにやっぱそういう話はあったんですよ、うんまあ、それまでだからずっと伊藤さんと畠山さんだけでずっとクッキーシーンを作ってて、うん、でもってでまあ参加しないかって言われたときにその伊藤さんと畠山さんのまあ結構振れ幅ってのは意外にまあ被ってる部分もあって、うんまあ、それがクッキーシーンいわゆる本線なんですけど、うん、そこから漏れるものをなんか、うん、和田くん担当してくれとかなんか、うん、そんなこと言われたんでまあ逆に好きにやらせてもらってますけどね、うん、そうですね、いやなんかいいと思いますありがとうございます、まあそれはねその本線はいいんですけども、もうさっきの話にちょっと戻りますが、はいはい、いろいろね、後半の方のページの方がそのいわゆる、各それぞれの各ライターの人のですね個性の1ページ、まあ、この番組でもそうですが、特に面白かったのはですねてかまだちゃんと見てないですが、鈴木修司君っていうねなんかこれ、漫画みたいな感じだよねそうですねもともとやっぱ、鈴木修司君ってのは まだすごい若いんですけれども、まだ22かなそうだねすごい若いんだよね若いんですよでなんですけども非常にマルチに、うんマルチにまたなんか毒を吐きまくる人ですごいよねなんか畠山のイラストが載ってたりと畠山くんの別の畠山くんの編集部員のですね、ぐったりしたイラストが載ってたりですね、
青木ゆうふのことを書いてあったりとかすごいよねこれね。あれ最初見た時はちょっと一瞬ちょっと引きましたからね。ビビりましたからね。でもどうなんだろうね、文字と違ってこれ絵とさ、イラストも全部セットこれ1枚ちゃんと書き上げて持ってくるわけ、そうですそうです、ってことはあんま直せないと。そうですね、直しようがないっていう、そうそうそう、で最後の方、あ、さっき言ってたけど、最後の方になるとあんま検閲が入らないから直せないっていうのを俺は狙ってやってるつもりなんだけどだからあえてこういつもギリギリに出したりするんだけど、でも俺引っかかっちゃうっていうのはなぜなぜだ。特に前回のいろいろ揉めた、ことです時ですね、書いた時割とあれはねもう直せないでね、ヒヒーと思って出したんだけど、見事に引っかかって直させられましたけどね。どうなんでしょうね。まあなんちゅうんでしょうね。でもこの鈴木修司くんのここの連載のなんか不思議なところって、これだけ毒を吐きまくってる割に、あんまりなんか陰険な感じがしないんですよね。まあね、まあね、すごい堂々となんか面と向かってバカって言ってる感じで、そういう感じでなんか、そういうセンスが素晴らしいなっていう、俺もほらギャグにしてたつもりなんだけどさ、なんかやっぱ引っかかっちゃったね。じゃあちょうどその編集ギリギリの伊藤さんのなんかやばいところ、伊藤さんはねなんか俺のこと嫌いだから基本的に多分すっごい矢面に俺立たされるからさ、そういうのさ大事にされてないから基本的に3000円まだもらってないし今日も来てないってことはさ、3月2月ぐらいに帰った時の、たったね1ページのね、初めてクッキーシンでギャラがもらえるっていうはずのお金がまだもらえませんからねそのおかげで和田くんが来てるという、持たしてきてよっていう、すんません本当にもう感じがありますがね。あとはまあ今回ですね、いろいろ大予想をしてるわけですね。そうですねこれは、なんかまあ自信ありのコーナー、自信ありのコーナーでは小暮さんの BGM が載っていないのでは、でも予言っていうか伊藤さんから直接聞いたら、ね、もう先に聞いたっていうね、これもまただったら和田くんくんだったら小暮さん呼べばよかったないろいろ言いたいこともあるだろうね。ね、ということですね。そんなところで矢を持ってに、どんどんそうやって書いてる人からこう突き上げられてっていうですね、非常に苦しいでしょうね向こうとしてもね。もうそれがもうそれが辛くても畠山さんはもうなんかだんだん巻いてきちゃってるからもう、あ本当に、このところでも本当に、鈴木修司さんの中でしもそうですけど、古賀さん、まあ、ディスクユニオンの古賀さんですけど、古賀さんにしても本当に、もうなんて言うんでしょう、意外に身内な批判っていうのを堂々とやってしまって、意外にそれがどう平気で乗ってしまう雑誌っていうのはなかなかないんじゃないかっていう気がします。そうですね、あと今回売りは何なの今回売りですか。売りはティンネージファンクラブの表紙だってこと？無駄まあまあ関係ないか、それ、無駄にやっぱいろいろ載ってるなっていうところじゃないですか、やっぱ無駄にね。いや無駄にってわけじゃないですけれども、やっぱ、いやいいんだよ、無駄がだって特徴だもんだその無駄のたくさんの無駄の中から、ある人にとっては無駄じゃないし、そうですね、ある人にとっては無駄だしっていうような情報の置き方でしょ。まあ一応そうですね、やっぱそこのところで、情報にすごい振れ幅を持たせて、どこからでも、まあ、入れる人は入れるんじゃないのみたいな感じに取ってくれればいいんですけどね、一応でも今回はそのフェスティバルに出てくれた人の、まあ、インタビューとかが主に載ってるんで、その辺でやっぱ夏を思い返してくれるわなみたいな。あーなるほどね、じゃあまた、この曲が長いんで途中まで聴きますか。これはどういう曲ですか、次かかんない。あこれはまあこのインコグニートのアウトオブザストームっていう曲のリミックスなんですけれども、まあカール・クレイグ、今デトロイトテクノとかのクリエイターのリミックスなんですよ、で、まあなんで、まあ、自分がこれ持ってくるときになんで持ってきたかっていうのが、まあ、これまたブルーハーブ絡みなんですけど、今回あのフジロックフェスティバルに行ったときに、まあ、インタビュー終わって、その後まあしばらく自分も遊んでたわけですよ、でカール・クレイグのライブっていうのが朝の3時から、夜中やってましたね。夜中やったんですけど、そのときになんか自分の周りでどうも目につく踊りをしてるやつが2人いて、その2人ともブルーハーブ T シャツを着てて、で何だろうと思ってよくよく見たら両方とも本人だったんですよ。ボスタ MC と、あの歌い手のジェリーチェストナットコージですか、あの2人がなんか、すごい濃い踊り方をしててなんか、それなんかなんとなくそんなの思い出してなんか急になんかちょうど今このリミックス版っていうのがシンプルに出たんで出たばっかり、出たばっかりなんで持ってきてみたんですけども、じゃあちょっとこれ聞きましょうか。インコグニートでアウトオブザストームの何ミックスだっけ。プラネットイズ、シーズ、シーズプラネットイリミックスですね。はい、
なんかこの曲はちょっとフュージョンな感じですね、リミックスといっても。そうです ね、この人っていうのがまあ実際もともと DJ なんですけれども、うん、まあ、あとライブでキーボードを弾くんですよね。あ、そうなんだ。なもんでそのライブのキーボードの乗り方っていうのがまあまあフュージョンであったり、うん、ファンクであったり、うん、ラテンであったり、うん、ソウルであったりっていう風な感じでやっぱり、うん、まあグッドミュージックってやつですか、なんか。なるほどね、そういうテイストで聴ければなっていう感じなんですけれども、うん、そうか、うん、それでまあ一応洋楽専門誌みたいな感じでさ、キシーンとかなってますけど、でさっきもちょっと話したんだけど、なんか洋楽不安と言われ、今ほらあんまり洋楽邦楽とか分けて不安っていう風に意識してる人ってあんまいないと思うんだけどさ、まあそうですね、いわゆるその洋楽不安っていう人たちでさ、だからどん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 地下に先行してるような気がするんだよね。あ、だからどんどん逆に住み分けがきつくなってるっていう風な部分あると思うんですよね。ね、すごいなんか、うん、特定のジャンルしか聴かない人っていうのは絶対的にいるわけで、なんかそれと、うん、その特定のジャンルを聴く人っていうのはみんな揃ってなんか同じレコーディアに行って揃って同じように沈んでいくわけですよ。ああ、なんかその沈み具合がね、なんか、まあ、見えないんだけど、こうやって話をすると、ああそういう風に埋まってっちゃってるなっていう感じが。ああ、うん、そうですね、なんか、うん、こういう人たちは一体果たして家で何やってるのかっていうのはすごい疑問ではあるんですけどね。いや、そういう人たちを引き上げて、あなたたちどうしてるんですかっていうのを対談担当としてはやろうよ。対談担当、うん、そうですね、だから本当にできれば、うん、そういうのもね、だから正直な問題、クッキー、たまによく言われるのがクッキーシーン読者ってどういう人なのっていう、うん、話をよくされるんですよ。だからクッキーシーンっていう雑誌の編集やってますみたいなことを言って、うん、でまあじゃあクッキーシーンってどういう雑誌って言われて、まあ、うん、いやいや、まあ UK とか US のインディーものが多く載ってますとか、うん、でそれはどういう人が読むの、うん、って言われた時に困っちゃうんですよね。あ、すごい基本的なね、質問だよね。うん、だから決してなんか洋楽を聴いてる人が主に読んでる雑誌ですってわけじゃないじゃないよね、かといってそれじゃあなんか、うん、マニアしか読んでない雑誌なのかって言ったら、うん、それはまた別にあるだろうっていうなんか、そういうゴールドワックスとかレコードコレクターズとか、そういうのだ、それとはまた違うなと。どうなんでしょうね、だから本当になんちゅうんだろうな。でもこれはでも、まあ、クッキーシーンっていうのはまあたまたまその US とか UK インドのジャンルですけれども、うんうん、実はどのジャンルも同時並行で同じような状況なのかなっていう気はするんですよね、うん、だからヒップホップなんかにしてもそうだと思うんですよ、うん、ヒップホップの人たちっていうのはずっと、まあ、宇田川近平をぐるぐる周回して、そうなのかな、レコード袋を抱えてる人たちっていうのが意外になんちゅうんでしょう、うん、そのジャンルから抜け出せなくなっちゃうっていう、あ、すごいそういう部分っていうのはあるんじゃないかなっていう気がするんですけどね、うん、だ伊藤さんもだからそれを危惧したんでなんか、うん、なんか僕みたいな人間を編集部に入れる気になったんじゃないか。そうだね、なんか昔の考えだったらあんまりそういうようなこうことはしなさそうな気がしたけど、でしょうね、うんうん、でやっぱでも、うん、そうですね、だからそこのところでまあうん、この雑誌のまあ個人的にすごいありがたいなと思ってる部分は、うんうん、そういう風に非常にとりわけこういうギターポップ好きっていう人はまあその人たちでなんかある意味村みたいのを作っちゃって、うん、なんか、うん、外部見ない、うん、外部を見ないし外部からの侵入もあんまりなんか、うん、潔しとしないような部分っていうのはあるような気がするんですよ。これはまあ僕の勝手な思いですけどね、うん、でまあ、うん、でもそういうところからなんかそういうのじゃないよっていうのが微妙になんか、うん、うん、見えるあたりがなんかこの雑誌のいいところかなって、うん、なんかそういう風にやっぱね、うん、結構俺改めて見たけど和田くんの力大きいよ。どんどん変わっていってほしいね。でもまあ伊藤さんもなんか伊藤さんももともとそういうところはやっぱありましたからね、うん、まあ伊藤さんってすごいギターポップ系ライターというかなんか、まあね、ギターポップ専門みたいな風に見られてますけど、うん、なんだかんだ言って、まあ 前後でドライアンドヘビーのインタビューとか受けたんですけれども、うん、あれもやっぱ伊藤さんがなんかドライアンドヘビーに話聞きたいみたいな話からの企画だし、うん、なんかもともとやっぱ、うん、ギターポップも好きだけどそういうダブとか、まあ、あとアティチュードとしてのパンクってやつですか。なるほどね、伊藤さんが好きな。そう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 、まあその辺はさ
結構共感できるんだけど、でもこうやって共感できると離れてると思うんだけど、こうやってこういうところで話するとは全然噛み合わないんだよね、まあそれがね、ここではいいんだけど、まああのでもやっぱそこのところのやっぱその割り切れなさっていうか、バランスの難しさっていうのは、まあこのクッキーシーンっていう私のぐちゃぐちゃさ具合に現れてしまってるのかなっていう気はしますけどね。なるほどね。でもそれでもなんか前回に比べて、まあ今まですごいなんか、あの2色ページの文字が小さすぎるとかなんか、全体的に文字が小さすぎるとかそういう批判を多々受けたんで、今回せめて2色ページだけでもってことで少し字大きくなってるんですよ。そうだね、それは、多少読みやすくなったかなっていう、多少ね、ずっと読んでる人にとってはね、初めて読む人にとっては同じみたいな、ならさないと。やっぱそうかな。さてまあそんなごったにというかね、まあいろいろこう幅が広がってますが、来週の9月の15日の金曜日に金曜日です、ね、クッキーシーンナイトボリューム2、ボリューム2です、2ですね、はい、これをやるということで、まあ、今回もまあそのライターの人たちの DJ と、あとライブとのまあ2フロアでの同時進行の構成になってるんで、まあギターポップを聴きたい人はギターポップを聴けばいいし、まあそういうのじゃなくてもっとなんか、違うのを聴きたい人はまた違うのを聴けばいいし、まあどんな人でもそれなりに楽しめるような状況にはなってると思うから、皆さん買ってくださいって言いたいところなんですけれども、あんまりもうチケットない、チケットピアの方がもう全部売り切れちゃったんですよ。当日券は出る、当日券は、会場後にキャンセルがあれば出るって感じですね。なるほど、すごい人気ですね。だからまあ今唯一多少残ってるチケットが、ワルシャワの渋谷店と、あと渋谷のネストレスか、オンエアイーストの前の、1階が AMPM で、そのビルの5階でしょ、まあ、会場で売ってるそこの会場でダイレクト売りしかもう残ってないんですよ。なるほど、シーフードっていうイギリスのバンド、とあと、モールスっていうバンドと、アパートメントスターっていう、この前もエレファント6系というか、日本でまあエレファント6みたいなのやったらどうなるかみたいなバンドと、あと、まあ、スマイリーっていうバンドと、あとアストロビーっていうバンドと、でコバルト、コバルト新しいアルバムもなんか結構評判いいんで、こちらの目当てに来てくださるファンなんかも多いと思うんですけれども、あとはあとまあ僕がね、あの最後もうあの取ってつけたように、4時20分ぐらいから出番でいいとかって、もうみんな、ね、伊藤さんだって俺のやってるの 見たことないだろうし、まあね、まあ、とりあえずあの暗い目をした少年少女をもっと暗くさせるようなパフォーマンス頑張ってやろうかなと。いやここのところででもやっぱこのところでうまい具合に締めていただかないとやっぱり。いや締めるようなことは多分できないと思うけどさ、まあ、ドヨーンとさあの表がに出た時にちょっと嫌な気分になれるような、今まで見た楽しいことを全部忘れさせるようなことをやりたいなと。あ大丈夫、ちゃんとその裏では多分なんか多分ギターポップの DJ の方がなんか多分なんか爽やかな雰囲気でギターポップを流してくれてるんで、なるほどね、なんかそれじゃ飽き足らないぞっていうなんか、さらになんかディープな方はなんかぜひとも東さんのそうですね頑張って、ユニット名はなんかフライトオブイデアという、やってみますか、楽しみにしてますよ。よろしくお願いします。本当になんかイベントをもっと和田くんがさ、そういうのギターポップじゃなくて、新しいのどんどん企画してやっぱやってほしいな。なるほど、3ヶ月に一度でいいから、ね、そういう担当でいこうよ。なるほどなるほど、今日いろんな、 なんか2人でクッキーシーン の未来をどういうふうにしたらいいかっていうのがミーティングみたいになっちゃったね。なんかすごいなんか意外に爽やかな建設的にね建設的ななっちゃったね、それだけ俺がもう愛情を持って考えてるから3000円早くくれと言っといてくださいわかりました、言ってきます、じゃあまた来号はですね、伊藤さん来てもいいんですけど和田くんの方が面白い和田くんとあとこう批判を書いてるオールスターズを呼んでもっと濃い内容にしたいなと思ったりしますが、怖いな、まあ、絶対まとめられないな俺、という感じで、じゃあ最後の曲紹介してください。最後の曲は、ずっと BGM で流してたあの、モアックスのアートオブウォーっていうコンピレーションにも入ってるんですけど、ボーダーあのプロボーダーとしても有名なトニー・ゲレロの新しいユニットのジェットブラッククレヨンっていうバンドの、まあ、ダトリーっていう曲があるんですけども、これをちょっと最後に、いいっす、わかりました、今日は雑誌クッキーシーンの編集部から和田光太郎くんをお迎えしました。どうもありがとうございました。じゃあまた2ヶ月後2ヶ月後、どうもありがとうございました。ありがとうございました。
ドラマティック、ロマンティック、ファンタスティック、ラディオ。Get wild, get crazy, get happy. 渋谷 FM、Everybody knows 78.4。Mr. Stargazer。At this time, we would like to board all passengers in the holding lounge. Thank you for choosing China Airlines. We hope you have a pleasant trip. 各位旅客，多谢您耐心的等候。现在，咱请所有的旅客登机。非常感谢你的合作。驾驶华航的班机，中华航空公司祝你旅客快乐。我是空服员陈小姐。さて今夜のエブリバディノーズはいかがだったでしょうか。ゲストにですね、ザシクッキーシーンの編集長伊藤秀嗣さんではなくて和田くんというね、ニューカーマーが来てくれました。いつもとはとっちらかっちゃってね、何を話したのか、何を目的として話したのかっていうのがね、なかなか見えなくて終わっちゃうんですけどもね。まあそれがやってる方としては面白いんですけど、聞いてる人にはどういう風に伝わってるかちょっと不安だったりもするんですが、今日はしっかりとですね、まあどういう成り立ちになってるかっていうね、ことを話せたかなと思うんですが、あとやっぱり一つの、まあ、雑誌なり何なり、まあこの番組もそうですけどもっていうのはね、まあそのやってる人のこう個人のね、思考がやっぱり出やすいのでね、そこから変わる人っていうのがやっぱ入ってくると、ちょっと見え方がね、変わってきて、すごいまた再生していくっていうかね、再生してまた続けていけるっていうね、そういうなんていうのかな、まあみんなやってる雑誌でも何でもその気持ちはそういう気持ちでやってるんだけど、なかなか変われないっていうところがあると思うんで、そこで、もう一回走り出せるっていうのはすごいいいなと思いましてね、改めてクッキーシーンに関してはそういうふうに思った次第ですが、でもなかなか他の雑誌っていうのはね、続けること自体も大変だし、やっていってもね、なかなか今売れないしというところでね、その中ではこれだけの文字数というかですね、の中でいろいろ問題はありますが残ってやっていけるっていうのはそれはそれで、いいんじゃないのかなと思いますが、まだね、どんどん変わりようがあると思うんで、その辺は楽しみにしていこうかなと思います。でその番組の中でも言いましたが、来週の15日ですね、クッキーシーンナイトっていうイベントがあるんですが、そこで、まあ、シーフードっていう UK のバンドが出たりとか、日本のギターポップバンド、そしてクッキーシーンのライター陣による、まあ、DJ フロアがあったりする中で、僕はちょっとその音楽の場所でポエトリーリーディングがどういう風に見えるかっていうのをね、これからチャレンジしていこうと思うので、その中でチャンスをもらったんで、まあ、もしこの番組聞いてる人で興味あったら、フライトオブイディアという名義で、深夜というか朝方ですね、もう最後なんて4時20分ぐらいに出ますんで、よかったら見に来てくださいということをね、最後は自分の宣伝をしておきましょう。まあそのイベント自体がどういうふうにの中でどういうふうに自分が、見えるのかっていうのはね、やっぱどんどん確認していかないとっていう、まあこの番組もそうだし、雑誌で書いてることもそうだし、どういうふうになるかっていうのはやっぱり常に相手のことを考えてね、やっていこうかななんていうふうに思ってます。さて来週はですね、ちょっと大物のゲストをですね、呼んでみたいんですが、ちょっとまだ決まってないのでちょっと発表できませんが、誰か、素晴らしい人が来るような予感がします。お相手は東雄一郎でした。それじゃあ来週もトークハードでバイバイ。